はい、おはようございます。今から2泊3日で東京に行きたいなと思いますが、用意はねこんな感じです。ちょっとね撮影もあるのでこの辺りが機材とか、まあ、着替えとかあるんですけどね、行きたいなと思います。あ、これね以前ね福井県行った時に視聴者さんに日本一周であの医療関係の仕事してた人なんやけど、ゴアテックスの袋あげますよって、ゴアテックスってもともと医療じゃないですか、だからもらったりして、防水のやつやからワックス入れたりとかシャンプー入れたりするんですけどね、こんなんいただいております。そして、マイハニーの方はですね、昨日から、先に東京を前乗りしておりまして、なんでしてるんかっていうと、推してるアイドルがいてるんですよ。推しのアイドルがいてるんだけど、そのアイドルの、ライブを見に行くために、前乗りしてるから、仕事で行ってんのか遊びで行ってんのかちょっと分かりませんけども、僕は今から追いかけたいなと思います。ドライヤーとか持っていかれてるから、僕昨日ね髪の毛乾かせれなかったんですよ。あのね、空気清浄機で髪の毛こんなにして乾かしてたんやけども、そんなことで今から髪の毛もセットできないのでね、ドライヤーないから行きたいなと思います。エキサーはどこ？はい、それでは合流しました。今からは何しに行くんですか？下見。下見ですね。あのこの10月か11月ぐらいに僕ら そのジャパンメディアというブランドでダウンジャケットをね、試着会しようかなと思ってるので、まあ、そこに向けていい場所があればねいいですけど、昨年やったポップアップ会場だったらちょっと狭いねんな、なので、今現在この渋谷のど真ん中でね、探しておりますので行きたいなと思います。今日2軒見て、明日も2軒見るんか。はい、では行きましょう。こちらでございます。第一候補多分この辺りでしょう。あー、たったった、足腰まで入ってここに明日ね。でかっ。2軒目のポップアップ会場来ました。それがこちらですね。大道路沿いのところにあるところですが、ここはちょっと広いみたいです。行きましょう。はい、それでは見てきました。今回は2軒だけで、明日2軒見るって話さっきもしましたけども、あ、ここルイスレザーや。ほら、いや有名な東京の本店。初めて見た。ちょっと見に行こうか。はい、ということで全然話関係ないけど見てきました。色良かったね。ちょっとまたもう一着オーダーしたいなと思ったんですけど、まあそれ一回いいとして、ポップアップね会場非常に2軒目いい感じだったんで、もしかしたらあのまた後日ね行かせてもらうかもしれないですね。なんで俺のこと全然知らん顔してあの離れてんの？人がいっぱいおるから恥ずかしいってこと？うん、仲いいな。こんな感じ？誰も見てないよ、そんな。振り返ってたまに見てはるのがこのモニター越しに見えるけども。全然違う、すごい見てられてる。恥ずかしいってこと？恥ずかしいね。今から何すんの？特に予定ないやろ？ご飯、なんかカフェ行こう。カフェ行くの？うん。ただいま5時5分。前回も1回で来たことあるんですけど、焼き鳥屋さん、目黒にある阿部っていうところなんですけど、めっちゃ美味しかったんでもう1回行こうかとは言ってますけども、そういう時だけ、そう、皆さんご存知ですね、早いですよね歩くのが、そんな時だけ、動けると。あ、ごめんなさい、私はこの歩いてる後ろを使ったんです。ごめんなさい、わかりました。おはようございます。2日目ということで今日が本番なんですよ。今日この後今から忙しいですよ、ポップアップの下見、なんか巣鴨、じいさんとばあさんやるんかって感じだけど、巣鴨でポップアップ下見して、でその後に原宿のオッシュマンズ、オッシュマンズはいろいろ買い物動画撮らせてもらってるんだけど、オッシュマンズのね原宿は初めてなんですよ。そしてその後はなんかね、嫁蔵さんがねアップルに行ってねスマホを欲しいっていうね、今更スマホも欲しいらしいので、なんか行くっていうことで、夕方っていうか夜はねメンバーシップの人と飲み会なんで、このために来ましたんで、ついでなんですよね。あとのポップアップのスタミとか原宿の買い物はついでなんですけど、メンバーシップの人と飲んでっていう感じの流れで、今日泊まって明日帰るっていう場なんでね、そんなこと行きたいなと思います。
はい、撮影終わりました。今からはですね、嫁蔵さんのなんてスマホでしたっけ、はい、スマホを買いに、原宿アップル店へレッツ。それは何ですか？ iPhone 12 Pro です。12 Pro から何人買えんの？14 Pro。 何ギガ？500か1テラかな。やってる YouTuber か君は。やめさせてもらおうかな。どうもありがとうございました。やだ。お茶はい、では行ってきました。いい感じでしたね。非常に綺麗でおしゃれな感じだったんですけど、イメージ的にはどうですか？今回行った中で4軒回りましたけど、まあ、見学できなかったところかな。北表参道やったっけ？そうそう、多分そのとこが一番見てみたいなっていう興味ありそうな感じだったよね、だからまた9月か10月ぐらいに行けたら行こうかっていう感じでな、で実際イベントするってやるのは11月とか、できればね、いいかなと思いますけど、まあそんなこと言いながらね、一旦じゃあこれでホテル帰りましょう。はい、部屋の鍵持っていかへんで、よろしくね。じゃあ行ってきます。はい、ということで、現在時刻が6時5分ということでね、今から僕ちょっと先に、会場の方に向かいたいなと思います。今日7時半からなんですけどもね、嫁蔵は7時半から来て、僕はちょっともう先に、入っとこうかなと思うんですが、今日なんか台風とか来てて大雨の影響でなんか何人か来られへんってなって、結局なんか6人ぐらいやるんですよ。で僕ら入れて8人かなぐらいで、まあメンバー的には1人だけ初めての人いてるけど、それ以外は全員皆さん顔見知りの人がちょっと出まきました。いや、到着しました。びちゃびちゃ、すごい雨やった。傘持たずに雨よけながら行きましたけども、あった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 。はい、ということで行ってきました。すごい楽しい時間でしたね。ついつい楽しくて、その喋ってる動画を撮らへんのよね。で今回はね、また新しい人も来てくれて楽しい時間過ごしました。じゃあ今からホテル帰ります。おやすみ。はい、ということでね、3日目おはようございますと言いたいところなんですが、これ3日目のもう夜になっております。で、なんやったら僕らもうね、大阪帰ってきたんですけど、途中ほぼ半日会ってなかったよね。途中ね、昼前に僕らも向こうでバイバイしたんですよ、東京でね。で僕は夕方の新幹線で、嫁蔵は、12時まで新幹線が止まっててな、昨日の台風というか大雨の影響で。でもどうしても今日帰らなあかんっていうプランがあって、大阪城ホールで目覚ましフェスがあったんだよね。それがいいちゃんたちが出るフェスだったかな。推してるアイドルね、推してるアイドルが INI ね、出るフェスだったから、で一緒に行く子もいたし、推し友ね、推しですね、友を現地にいるから、何がなくて推しに感染したいと思うだから、私もその子一生懸命帰ったら新幹線に2時間以上乗りました。しかももう自由席のデッキのところで立ちながら帰ったの。自由席じゃなくて指定として、グリーンとグリーンの間だから、もう上級国民に座ってんだよだからもうステントとしての差で、こっちは肩や、こっちはもうみんな座ってる、こっちはもうギュンギュン詰めたのか。今日午前がずっと休校してて、一発目の電車に乗ったやろ、新幹線一発目二発目とかの、何百人って並んでる、そう。もうだからそんなに乗ったらもう俺はもう全然乗りたい、そんな嫌やから座って帰るからって言って、僕は夕方帰ってきたんですけど、その夕方も1時間半ぐらいもう遅れとったんで、結局今だから10時ぐらいなんですよ。10時半ぐらい、11時です。今11時です。だから僕ら昼からね、久々に今さっき駅で会ったんですよ。おーおー言うてね、エンディング撮ってなかったから今撮ってるわけなんですけど、まあそういったハプニングもあったんですけど、無事ライブも見れてない。そうだから、新幹線2時間経ちっぱで、別だったので、その後も楽しかった、まあ、そんな感じで、今回はね、メンバーシップの飲み会ということで行かせていただきました。今日は俺帰られんかもしれんなって途中で思ったよ、あくびしてはるけど。私も思った、新幹線の切符もなくなった人中で、これは僕の癖なんですけどね、いつもするものなくすから。まあそんなことで、まあ非常に楽しい思い出あって、またまた皆さん Vlog 見ていただければなと思います。2泊3日で、メンバーシップの人と飲み会行ってみたというところになってます。バトルイス動画でお会いしましょう。ありがとうございました。